一人目からだいぶ、まずあの前日に婚約破棄、運命強いな。二人目いきますか。いきましょう。ちゃんと覚えておいてください。はい、こんにちは。じゃあ、あれあれ、もしもーし、こんにちは。まずディスコードができないんですよ。まず通話がね、通話ができないんです。 マイクがこれなんか違う感じになってるのかな。一回後にしますか。じゃあ一回、そうですね、後に一回ね、ちょっと、はい、一回待機、一回待機でちょっと後でまたやります。はい、なんか変なやつ来たんだけど、あ、これ次本当これなんかあれあれ、どっか行ったぞ。あ、来た来た。ちょっと呼びますか。そうですね、呼びましょうか。はい、なんかついてない、なんかついてるやついいんだけど。あれ、あ、久しぶりです。あれ、あのなんかカメラ、あ、今つけます。カメラ ありで、あ、いいっすか。はいはい、すいません、ちょっとカメラバタバタ、カメラのグルグルしてるけど、カメラグルグルしてます。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとあの、まあ確かにちょっと順番がね、そうですね、いきなり来たんで、もう全然いきなりだったんで、まあまあしょうがない、それは。うん、あの、つかぬことも押すんですけど、カメラってどうやってこれつくんですか。いらねえよ。知らねえ、どこのカメラなのそれ。来ました、これで。もうあのコメント欄バツまみれになってるんですけど、もうダメ、もうダメですか。あのカメラはなんか OBS でじゃあ OBS とか画面共有しますね、はい、ああいいね、はい、あ、どうもどうもどうも、久しぶりです。久しぶり、はい、じゃあちょっとあの5分あのスタートするんで、はい、先にちょっとお名前をお伺いしてもいいですか。平野と申します。本名、はい、ゼータ、あ、はい、そうですね。ゼータディビジョンの、はい、あの運営してるガニメデ株式会社というところで働いてます。平野と申します。はい、平野パンタロウと申します。あ、なるほど。じゃあ5分間スタートします。はい、で、まあ、あの参加する経緯なんですけども、あの、はい、今回ザ河川 の、はい、ディレクターであるちょっと岩田さんという人にですね、はい、あの急にディスコードでメンション飛んできまして、業務命令でお前出ろって言われたんで、ちょっと本当は出ようかなと思いました。終わってるだろおい。はい、そうです。終わってる、このチームこのチームやばいって。っやっぱ岩田さんの頼みは断れないんで、ちょっとやっぱり出ないとなっていうので、いじめられてるのか。いや、いじめられてはないですよ。いじめられて、いい上司です。いい職場っす、本当に。うん、そうなんだ。言わされてない、これ後ろで銃突きつけられてね、これ。岩田さんいないんで、ここで。後ろで岩田さんはいないです。銃突きつけられて。ちょっとそれの経緯もあって、まあちょっとエントリーして、なんか書類審査通っちゃったんで、ちょっと、まあ、やるからには頑張ろうかなと。まあ、やっぱあの今回、賞金出るって。はい、賞金出るって聞いたんで、はい、まあ、ちょっと家賃の手当とですね、はい、あのここにあの、はい、僕の携帯の滞納してる通知これの支払いに当てればなっていう。ちょ、あのこれ見えるか分かんないですけど、見えちゃまずいですけど、これうちのお母さんの名前も書いてあるんですよ。これソフトバンクで、これあの去年のやつなんですよ。なんなら去年のやつっていうか、やばい、お前のやつなんですけども、まあ、ちょっと払わないと仕事にちょっと支障出るんで、ね、これちょっと払いたいなっていう、まあ、やっぱ携帯使うだけ QOL 上がるんで、あの生活のためにも頑張りたいなっていう一心で。なるほどね、そうだね、はい、まあね、まあ、COD 歴もね、うん、そうですね、長いんで頑張りたいなっていう。やっぱ贅沢からの給料が足りてないってとこですよね。いや、それはそんなことないですよ、そんなことないです。いやいやいや、そんなことないんで、お、頑張ります。で、贅沢からの給料あるけど、後ろに映ってるおじさんに取られてるってこと。
あ、前田刑事ですね。前田刑事はそう、どっちかというとリボっすね。リボって何だよ、そういうこと。まあちょっと、まあいろいろとあるんで、まあ、今回その足しにして頑張れたらなっていう感じですね。はい、なるほどね。俺のカメラの電池切れたら面白すぎて。もうノーシグナルになっちゃってるやん。ノーシグナルになっちゃった。大丈夫っすか、ちょっと充電する。大丈夫っすか、ちょっと。ノーシグナルになっちゃった。なるほど。後ろ前田、まあ、前田刑事。前田刑事もいます。前田刑事。前田刑事もいるんで。うん、そうですね、一緒に頑張れればなって感じですね。一緒に頑張んなくていいけど、別に。なるほどね。はい。以上です。3分で終わった。何もないですよ。3分で終わった。なんか聞きたいこととかありますか。いや、なんか面白いギャグとかあれば聞きたいですね。いや、あと2分あるんで。結構得意とするところだと思うんで。まあ一発ちょっとかましていいですか。いいっすよ。いいっすよ。じゃあスパイダーマンの、僕の殿下の宝刀でスパイダーマンのモノマネいかしていただきます。はい、殿下の宝刀。いやマジこれ、あの岩田さんに見られて明日いじられるんですよね。会社にいじられるんであんまり出したくなかったんですけど。消えたって。いやー、あー、気をついてついた。冷やかしは帰ってくれないか。なるほどね。冷やかしって言われてるけど。やっちゃいました。なるほど。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい、どうぞ食べてください。あれみたいだったね。今の最近出たメンヘラ女育てるゲームみたいだった。OBS。 ちょっとカメラの充電が急に切れた。